夜はどう過ごしているジャイアントパンダの秘密ということで、今からジャイアントパンダの夜の様子を覗いていきます。でその前にですね、私からパンダの飼育の仕事についてもお話ししていきます。はい、じゃあパワーポイント、あ、出ました、よかったです。はい、こちらも使って紹介していきますね。はい、どちら次のページ、これにしてもらいたいかな。まずジャイアントパンダの健康管理という行動ですね。まずは行動観察があります。で、行動観察、何をしているかというと、パンダたちは1日の間食べてるか寝てるかどちらかになっていきます。で、その1日の間どれだけの時間食べているのか、どれだけの時間眠っているのかっていうのを、見ていきます。で、なぜ見るかというと、健康チェックという意味もあるんですが、例えば、繁殖の時期なんかになりましたら、そうですね、良浜、お母さんパンダ良浜とかは食べる時間がだんだん減ってきます。で、眠る時間がだんだん長くなってきます。で、その行動の変化で、あ、発情が近づいてるなっていうのが分かったりするんです。そういった普段の行動と違いが見えてきたときが、この毎日行っている行動観察をしていた成果がやっと見られるわけなんです。ちょっと地味に毎日行っているお仕事なんですが、とても重要なお仕事の一つです。はい、そしてもう一つが餌の用意ですね。パンダは竹を基本的に食べているんですけども、竹の他に皆さん何を食べると思いますか？考えてみてください。ヒントは果物と野菜、一つずつアドベンチャーワールドではあげてます。スタッフも悩んでますけど、はい、ぜひコメント欄にね、思いついたのあったらあげてみてください。さあ、そしてあとはですね、餌の用意というのは、こういったおやつとかを切ったり、野菜とかを切ったり、竹を食べるものを用意したり、意外と大変なんですが、これは夜のパンダを見ながら、現場のスタッフに説明をしてもらおうと思います。そして掃除ですね。パンダたちはたくさん食べてたくさん眠る、動物と先ほど紹介しましたが、たくさん食べるとやっぱりたくさんゴミが出てきます。グルメに竹を選ぶので、食べ残す竹もとても多いんです。なので、その酒を回収したり、たくさん食べたのでたくさん出たものを取ってお掃除をしたりっていうのが結構重労働になります。はい、なので結構飼育員体力がとっても重要になっていきます。で、そして最後、トレーニングは次のスライドで、紹介していきます。トレーニングで何をしているかというと、主に健康チェックです。で、ここに出ているのは採血ですね。血液検査のためにパンダの血を見ているところなんですけども、人間と同じです。このように腕を出して、この肘のところの血管から取っていきます。このパンダに腕を出してじっとしている、この動きを取ってもらうためにトレーニングをして教えていきます。なので、健康チェックをしたりするために、その動物にとってほしい動きを教えるトレーニングということになります。はい、皆様がやっているような筋トレとかとはちょっとイメージが違うかもしれないね。あ、そして次は血圧測定ですとか、レントゲン撮影も行ってます。で、血圧も同じ、ほぼ同じ体勢です。この状態で人間用の血圧計を巻いて測っていきます。アドベンチャーワールドでやってるのは、大体、今6頭いるんですけども、その中のお父さんパンダ、永明だけ。永明だけ血圧測定ができるようになってます。やはり高齢なので、いろんな
検査をできるようにして、ちょっとした変化に早く気づいて、体調を崩した時には早く気づいてあげるようにしていくんです。エアフェだけではなくて、若いパンダでもこれから行っていきたいなと思っているので、桜浜、桃浜あたりですかね、5歳の双子いるんですけども、桜浜、桃浜の介護でトレーニングしていこうかなと思っています。そして最後、レントゲン撮影、こちらも、今永明でトレーニングをまさにしているところです。でこれちょっと見えづらいかと思うんですけども、パンダが檻の中で両手を上げてます。で上の柵を持っている間に胸部ですね、胸のレントゲンを取っていきますので、で、まあ、四角い箱を持っている男性が獣医さんです。手を上げているパンダの胸に照射してレントゲンを取っていくという、まあ、これもこの体勢をパンダに取ってもらうためトレーニングを重ねていくというわけです。でこれは数年前に旅立った双子の海浜、陽浜と雄浜、ね、3頭がこのトレーニングをしてます。その時の写真なんですけども、中国に旅立つ前に健康チェックとして急遽行っていきまして、これを永明にもこれから行っていきたいなと思っています。さあでは続いて、先ほど皆様に餌何を与えているか考えてもらいましたが、正解がこちらです。果物はリンゴ、野菜は人参でした。あとは動物用のビスケットも与えています。でこちらもこの後実際に現場のスタッフがパンダにあげてもらおうと思います。そしてパンダたち、たくさん食べてたくさん打ち出す動物とご紹介しましたが、この後実際にどんな様子なのかを見ていこうと思います。実際にですね、中継をつないでいますので呼んでみましょうか。はい、ちょっと待ってくださいね。その前にですね、昼と夜のパンダの紹介を先にしていきます。まず夜中の間は、スタッフは常駐してませんので、昼の間に夜の分の酒を準備していくんですけども、先ほども申し上げた通りグルメな動物なので、担当者が今食べる酒を今目の前、パンダの目の前で準備していきます。それが主に夜の飼育員の仕事の一つかなと思いますので、そのあたりも注目していただければと思います。でちなみに日中はチームで大人数で世話をしているんですけども、基本夜は一人です。一人で作業しますので、安全のため、ある程度パンダの飼育の経験があるスタッフしか行きません。で私も何ヶ月かパンダの飼育を経験してから、やっと夜の作業をできるように一人で任されるようになりました。で本日はですね、パンダの飼育員になってから、この夜の仕事に今日まさに初挑戦するスタッフがおりますので紹介していきたいと思います。はい、ではお願いします。切り遠藤さん、聞こえますか？聞こえてます？じゃあ早速パンダラボの中に入っていきたいと思います。お願いします。よかった、つながりましたね。どうか、カメラマンさんも来てください。はい、中はですね、最近県の光が真っ暗ですね。電気があるところはね、ちょっと遠いので気をつけてくださいね。パンダ見えますか？パンダ見えますか？さあ、もう一度ここに元気なパンダが集まります。1歳の最近です。
つないだ部屋ですね、トークも始まったりとなっております。はい、それでは早速ですね、成田さん、はい、夜の作業をしていきましょう。はい、パンダラブに、夜一度来るのはですね、1回に夜一晩で食べる滝を私は、一晩で食べる滝を一度に刺してしまうとパンダたち美味しい滝しか食べないので大半が残ってしまいます。なので夜もう一度来て半分半分、例えば1日一晩で10キロ滝を食べるとすると5キロずつあげることでパンダたちもたくさん、そして長時間滝を食べることができるので分けて滝を刺しています。はい、で実際今ここにいる王子に私刺しているので、見てみてください。見るポイントとしてはパンダが食べた後の滝、どういった種類の滝を今まで夕方からこの時間まで食べてたのかなっていうのをお部屋の中に残っている滝を見ながら観察します。今日だと王子には夜からずっと茎の部分、特に目だけと言われる種類の竹を食べておりますので、この目だけを中心に刺していって竹を追加していこうと思います。はい、はい、ここにたくさん竹があるんですけれども、これを今この時間から翌朝の8時、9時ぐらいまで食べるようなパンダたちの竹なんですけれども、まあ、その中でもですね、商品が食べそうな竹をこんな感じで一度選んでみまして、商品を慣れてみます。で匂いを嗅いで、はい、食べてくれるかな、食べる、これだけ、はい、どうやら今選んだ竹は食べてくれるようになって、まあ、その竹はですね、細い竹をちょっと探して選んでみます。
います。出ます。さあ、皆さん頑張ってくれてますが、皆様からコメント、ご質問などありましたら、ぜひお答えしていきますので、ね、何でも、パンダについてでも、飼育スタッフの仕事についても、何でもいいので聞いてみてください。さあ、パンダ、匂いを嗅いで美味しいか美味しくないかを見ていきますので、美味しいか美味しくないか見ていきますので、今も、最近ですかね、匂い嗅いでから食べてましたね。だってすぐ食べてくれたらいいんですけども、なかなか食べてくれないことがよくありますので、こうやって何度かいろんな竹を刺したりですとか、まあ、今竹を割っているのは食べやすいようにっていうのもあるんですけども、匂いを嗅ぐので、新鮮な竹の割れ目から新鮮な匂いを嗅がせて、割らなくても食べるものは割ったら食べてくれたりとかありますので、このように結構大変なんですけども、割れ目を入れてあげています。さあ、あ、質問があったけど、どんどん上に行っちゃう。グルメな子は誰ですかっていうのが、はい、ノアさんからですね、来てますね。グルメなパンダは、ここにいる子ですと、今、桜浜、桃浜、彩浜ですね。5歳の双子、桜浜、桃浜と、1歳の彩浜がいるんですけども、この中で一番グルメなのは、桃浜です。桃浜は、5歳の双子の妹なんですけども、双子のお姉さんよりもかなりグルメに竹を選んでいました。今映っているのが桃浜ですかね。はい。もしかしたら、あ、そうです。さっき中谷さんが竹刺したんですが、全然食べずに、はい、宮下さんにおねだりをしてましたね。向こうの声も聞こえるようにしてみましょうか。竹を割っていけますかね。さあ、宮下さんがおねだりをされたので、桃浜のもとへ竹を持っていきます。さあ、グルメな桃浜食べてくれるでしょうか。入れますね、匂い。気に入ればすぐパクって加えるんですけど、ちょっと渋ってますね。宮下さんの方見てますね。これじゃないよみたいな姿勢を送ってます。もう一本。あ、よかった。さあ、宮下さん聞こえますか？はい、聞こえます。今3本ぐらいあげて、桃浜選びに選んで1本食べてくれましたね。そうですね、5本準備して1本選んでくれました。5本準備して1本、なんとグルメな。他の竹その4本も食べないですかね。そうですね、今食べた竹も途中でやっぱ違うかなというふうにその1本でさえも食べてくれず、頑張れ宮下さん。はい、頑張ります。黄色い竹も、あ、はい、黄色い竹もちょっと違う種類の竹も準備してくれるみたいですね。さっきとはまたちょっと違う細めの竹を。ちょっと細めの竹を、あ、間違えた。さっきよりも、はい、気に入ったかもしれないです。お、気に入りましたか。あ、食べてますね、食べてますね。おー、皆さんもこんな感じです。
飼育員さん、新しい質問がありましたね。飼育員さんは夜寝れるのですか？ ありがとうございます。宮下さん、いますよ。飼育員さんは眠れるのですかというご質問ですね。ありがとうございます。でこの夜の仕事というのが何時からや何時までやってるかっていうと、大体、まあ、日付が変わる前には帰ろうと言ってます。まあ、12時回るまでには作業を終わらせて、パンダたちが満足いくまで食べるようにしてあげて帰るようにしまして、でまた次の日の朝ですね、みんなで出勤してからまたみんなでパンダを見るっていう感じなので、まあ、真夜中の間はもうパンダだけにしておきます。逆にそのずっとスタッフが目の前にいると、もっと美味しいだけ食えるんじゃないかとか、おねだりをしてきて刺した竹を食べなくなってしまったりすることもありますので、ちょっと姿を消すというのもちょっとポイントです。で今パンダラブにいますので、ブリーディングセンターには今人はいません。もう一箇所の施設ですね。なのでブリーディングセンターにいるパンダたちは、まあ、スタッフがいないので、まあ、しょうがないからこの刺してある竹食べるか食べたり、まあ、スタッフいないから寝て体力温存しとくかっていう感じで過ごしてるかと思います。はい、いつ寝るのという質問もいただいてますね。ありがとうございます。皆さんスタッフのことも気にかけていただいて、あ、はい、さあもう一つ質問いただきました。パンダは人見知りをしますかというご質問ですね。人見知りというか好き嫌いとかは、あとは慣れとかがある感じですね。飼育スタッフの声とかを覚えるので、うん、数ヶ月飼育スタッフをやってれば、大体パンダたちは私たちの声を覚えてくれますので、飼育スタッフにはだんだん慣れてきます。ただ最初は知らない人だとちょっとそわそわして距離を取ったりですとか、ずっとその人を目で追ったりとかしてますね。警戒かなりします。で、ラウヒン、お母さんパンダのラウヒンは結構体の大きい人が苦手なので、男性とかが苦手です。女性でも体が大きい人とかだと結構ビクビクしたり、はい、最初はしてますね。まあ、でも大きい男性の方でもそういった声とか覚えて慣れてくれば全然大丈夫です。質問ありがとうございます。さあ、では再び宮下さんの様子を見ていきます。今度は桜浜ですね。双子のお姉さん、桜浜。桜浜はね、全然グルメじゃないので結構何でも食べてくれるので、今もおとなしく食べてますね。自分もでかい桜浜って言われてますね。確かにパンダは体重100キロ以上ありますね。大体メスのパンダで100キロぐらい、オスのパンダで100〜130キロぐらいね、アドベンチャーワールドのパンダはありますので、まあ、人間よりかなり大きいですね。今宮下さん、大体身長170センチちょいあると思うんですけども、かなり桃浜の方が丸々大きいですね。桃浜が大体体重100キロぐらいあります。もう大人の大きさに成長してます。さあ宮下さん、竹の他にもあげてるものをあげていけますか？はい、はい、お願いします。さあ作業に必死ですね。ねえ、まず、はい、最近にミルクをあげていきたいと思います。パンダミルクって書いてましたね。はい、パンダ専用のミルクがあるんですね。こちらを今から1歳のサイフィンにあげていきます。サイフィンにあげるときにすごく腰が痛いので、はい、このまま入れちゃうとすごい勢いでミルクをバッと
さあ、ちいちゃん、こぼれちゃう。なので、下げる前に、リンゴをやって、ちょっと火を、ちょっと火を回って、揚げ方にもコツがあるみたいですね。夏谷さんが教えてくれてます。でも配達ペースに今日やるんさんからパンダミルク、さいちゃんまだ飲んでたんですねというコメントがあります。宮下さん、はい、宮下さん、はい、コメントで最近まだミルク飲んでたんですねという質問があったんですけども、最近いつまでミルク飲みますか？最近だいたい2歳ぐらいまで予定です。2歳のお誕生日の前日まで、はい、飲む予定です。はい、ありがとうございます。2歳誕生日迎え、まあ満2歳ってことですね。満2歳までミルク実は飲んでます。今1日1回しか実はミルク飲んでないので、ミルクタイムというお客様にミルクを飲んでもらう時間、見てもらう時間はないので、結構実はサイフンのミルク飲んでるところレア映像だったりします。はい、大体今飲んでるのが300グラムぐらいですね。300ミリリットルぐらい飲んでます。甘いのかな、あ、ありがとうございます。甘いのかなってありますけども、ね、あんまり甘くないですね。実はサイヒンのお姉さんの今3歳のミンキというパンダはこのミルク全然飲めませんでした。なんであの他の子はいつもスッと飲むのに、ユイヒンは飲まないのかなと思って、飲ませるためにいろいろ試したんですけども、甘いリンゴにつけてあげたり、あとはハチミツをちょっと混ぜてあげると飲んだりしましたので、パンダやっぱり甘党で甘いもの大好きなので、ミルクもねちょっと甘いものにしてあげると飲んでくれます。あ、飲んでる音もっとくださいって来ました。近づけます。聞こえましたかね、くちゃくちゃとちょっと飲んでる音、最後聞こえたかと思います。まだ欲しそうにおねだりをしてますが、口の周り皆さん見てみてください。カメラさん寄れますかね。口の周りミルク飲んだ後は真っ白です。ピッチャーとミルク鼻までついてますね。あ、宮田さん、それ何あげました？あ、中屋です。あ、中屋さんだった。はい、竹の子と竹のちょうど間ぐらいの、私たち若竹って呼んでるんですけど、ちょっと固めの竹の子のようなものを与えてます。おー、竹の子ですね。竹の子の紹介してなかったので、ぜひお願いします。はい、私たち野生でも離乳食にするぐらい竹の子は大好物。この時期アドベンチャーワールドのパンダたちもですね、タケノコが来るのを今か今かと待っています。ただどうやらサイフィンはこのタケノコあまり気に入らないようでして、違うの頂戴というのをアピールしているので、食べるかどうですか、食べない、美味しいと思う。
はい、ちょっと反応がいまいちかもしれません。はい、ありがとうございます。竹の結構成長した部分ですね。さあ、中谷さんの絵もっとくださいって来ましたよ。中谷さん、はいはい、中谷さんの絵もっとくださいって来ました。私のカメラマンさん、中谷さんも写してください。あ、中谷です。こんにちは、こんばんは。ぜひ夜のパンダたちの様子ゆっくり見ていってください。はい、ありがとうございます。ぜひね、これスタッフの仕事も何してるかっていうのを見てもらいたいので、ぜひスタッフにも注目してもらえるととっても嬉しいです。でもしね、将来飼育員になりたいんだとか、パンダに仕事を、パンダ関係の仕事をしたいなっていう方がいましたら、ぜひそういった質問もありました。ありがとうございます。パンダの飼育員になるにはどうしたらいいですかという質問をいただきました。パンダの飼育員はですね、そうですね、今ここに登場している遠藤と中谷と宮下、3人とも高校卒業して、動物関係の勉強ができる学校に入ってます。動物についていろいろ、パンダだけではなくて、まあ、家畜の動物、豚とか馬とか牛とかが多いんですけども、そういった動物について大学や専門学校なので勉強をしていきます。で、私も大学で動物応用科学というのを、4年間、学んでから、こちらに入社しました。じゃあ中谷さんにも聞いていきましょうか。中谷さん、中谷さん、中谷さんは学校でどんな勉強をしましたか？はい、私はですね、大学には行っておらず、アワーズ動物学院という専門学校で動物について勉強しました。特に猿が大好きなので、2年生の時は猿はどの種類の猿がどれぐらい頭がいいのかなとか、そういった学習能力についての研究を簡単にしていました。はい、ありがとうございます。じゃあ宮下くんにも聞いていきましょうか。手空いてますかね。作業中にいろいろ質問すいません、初めてなので、はい、大丈夫かな。はい、お願いします。はい、私は大学、北海道の畜産大学、帯広畜産大学ってところで4年間畜産について勉強しました。牛とか豚なんですけれども、卒業の研究はハンガリーのマンガリッツァ豚っていう豚、ちょっと調べてほしいんですけど、毛がくるくるしてて羊みたいな可愛い豚なんですけれども、そのハンガリー原産の豚が、私が学生の時に初めて日本の十勝帯広で観光牧場さんが育て始めるっていう時期でして、それにちょっと密着させていただいて、ちゃんと繁殖、子豚がちゃんと生まれるのか、寒い北海道だけど育っていけるのかっていうのを体重測ったり、何頭生まれたとか、そういう研究をさせていただきました。ぜひ調べてみてください。はい、ありがとうございます。とっても詳しく答えていただきましたので、参考になったんじゃないかなと思います。はい、ではまた質問探すので作業お願いします。はい、まあ、パンダについて学校で学ぶというよりも、やっぱりいろんな動物に触れて、いろんな動物を経験して、そこで培った知識をパンダに応用していくっていう感じですね。どの動物でもそうです。やっぱり動物園の動物というのは、大学とか学校にいる動物少ないので、
学校では家畜とかそういった動物で勉強して担当になった動物は実際にその動物を見ながら接しながら飼育員も勉強しつつ飼育員になっていくっていう感じですね。はい、さあパンダたちは竹食べてるでしょうか。結構食べてる感じですね。もう食べてない、はい、大変食べてないですね。皆さん頑張ってください。ハイヒンもね、実は最近グルメになってきたんです。結構選んで食べるようになってきちゃったので先輩スタッフでも結構手を焼いてることが多いのでなかなか、あ、この質問は宮下さんに聞いてみよう。中谷さんと宮下さんに聞いてみましょう。夜の担当、一人だと不安になりませんかという質問をいただきました。中谷さん、宮下さん、どうでしょう。中谷さん、はい、夜のこういうお世話ですね、今日が初めてなんですけれども今先輩の中谷さんが一緒にやってくださってるんですが、一人でこれからやっていくとなるとすごい緊張と責任があるなとひしひしと感じております。はい、はい、私はですね初めてその一人でこの夜の仕事をした時はまだパンダの飼育員が夜動物園にお泊まりをしてお世話をしている時だったので寝れるのかなっていう不安があったんですけどぐっすり、はい、何の心配もなく寝れましたので意外と自分は肝が据わってるんだなっていうふうに実感しましたね。普段もう今ではパンダたちも夜一緒に何て言いますか話し相手にもなってくれますので夜の作業もとても楽しくできています。宮下さんも、はい、パンダと話せるぐらいです余裕を持ってできるようにこれから頑張っていきましょう。はい、遠藤さん、ちょうどですね、パンダラップの作業がすべて終わりました。今日はもうたくさん食べようとしたので、パンダたち朝までたくさん食べて、たくさん寝てくれることかと思います。はい、ありがとうございます。中谷さん、さすがです。以上です。はい。ではパンダラブは以上なのでこの後はですねお二人ブリーディングセンターの方に移動していきます。はい、では一度パンダラブの中継を切りますね。あれ、はい、お疲れ様ですとお言葉いただきましたね。さあ中谷さんたち、今、ブリーディングセンターの方に移動しておりますので、その間に私がもう一つお話もしていこうかなと思ってます。はい。では、パンダラブがまだつながってますが、次はですね、皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。さあ、次はですね、移動してる間にビッグニュースを皆様に伝えしたいんですが、はい。さあ、6月のですね、11日、12日にアドベンチャーワールドに暮らしているお父さんパンダ、エイメイとお母さんパンダ、ナオヒンの間で、交尾の確認ができました。チェックスタッフも、周りにいるスタッフも拍手をしてくれましたが、はい、実はですね、6月の11、12日に交尾したんですけども、発情の兆候が見られたのは5月の30日あたりですね。で実はラウヒン、お母さんパンダラウヒンの発情は毎年、3月末から4月ぐらいに
やってきます。なので、4月もとっくに過ぎて5月に入り6月にもうなっちゃうっていうあたりで飼育スタッフもかなり不安がいっぱいだったんですけれども、いつ発情が来てもいいようにスタッフは常に準備をしておりました。ね、過去にですね、5月とか7月にも発情が来たことありましたので、7月とかに発情が来ると12月とかの冬生まれだったりするんですけども、通常は夏生まれが冬生まれになったりします。ね、なのでそういったこともあるので、まだまだ可能性はあると信じて、今年も待っておりました。でそんなところ5月の30日、31日あたりからだんだん変化が出てきたんですね。でどんな変化が出てくるかっていうと、マーキングですね。匂い付けの行動です。オスやメスお互いにするんですけども、お互いに匂いを、自分の匂いを嗅がせてアピールをしていきます。で壁や木とか遊具とかいろんなところにお尻をスリスリつけて、マーキングをする行動が増えてきます。であとはお母さんラウティの陰部、お尻の色が少しほんのり赤くなってきます。赤く大きくなってくると発情が近いかなという感じになってきます。でプラスそのお母さんのラウティの変化にお父さんパンダのエイメイが気づいて察知しまして、おそろそろかなとちょっとそわそわし始めます。でその6月に入ってからその英明がそわそわし始めましたので、あいよいよかなということで、はい、準備を本格的に進めていく感じになりました。でそういった行動でも明らかに目に見えて分かるものもあるんですが、目に見えて分からないものもあります。それがですね、はい、ホルモンですね。パンダたちの尿を採取しまして、その尿からホルモンの値を、測定します。でお母さんパンダラウヒン、メスの主にメスのラウヒンの尿を毎日のように取りまして、1日の間でもそれだけ取ったりしまして、そのホルモンの変化を見ていきます。でそうするとだんだんと変化が見えてきて、あ近づいてきたかなっていうのが分かったりしますので、いろんな角度からマーキング、ホルモン、そわそわしてるか、そういったいろんなところから見ていきまして、ピークはいつかなっていうのを見極めていきます。さあそしてもう一つ、早朝観察というのもやっています。さあ早朝観察はどんなことをしているのかっていうのは、実は皆様に今まで紹介したことがなかなかないので、今回は映像を準備して紹介をしていこうかなと思います。はい、こちら外の運動場にオスのエイミーとメスのランプを2頭出します。で2頭の間には大きなガラス仕切りがありますので、一緒になることはありません。ただガラスなのでお互いの姿が見えたりしますので、お互いがどんな反応をするかっていうのを見ていくんです。あとは恋泣きという行動も増えてきます。よく泣くようになっていくんですね。でこの映像にも恋泣き鳴き声も入ってるかと思うので、ぜひ耳を澄ませて聞いてみてください。2020年6月7日午前7時10分早朝観察です。英明は良品を気にしてガラス面沿いを歩いてます。観察は英明に一人、ラウヒンに一人ついてます。
かな。聞こえましたか、音。はい。そうですね、スタッフが中谷さん、熊川さん、コメント来てますね。はい。この時は、A 名を熊川さんが観察して、ラウフィンを中谷さんが、まあ、1人、1頭につき1人、観察者はつきます。で、観察をして、お互いに気にしているかとか、マーキングを何回したかとか、ポイ鳴きをどれだけしたか、あとは水浴なんかも増えてきますので、そういった行動も細かくチェックしていきます。でこの映像の時は、まだナオヒンがそんなに気にしてないんですが、永明はもうこのガラス越しをうろうろして、ちょっとナオヒンのことを気にしている感じですね。はい。これが近くなってくると、ラウフィンもガラスに寄ってきたりとか、水浴をいっぱいしたりとか、あと、声だけはですね、本当に観察日報に書いてるんですけども、書ききれないぐらいなので、観察日報とともにカウンターを持っていきます。A 名が泣いたら、泣いたごとにカチカチ言いますので、もうカチ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 押しながら、あ、今日40何回とか、そういうレベルです。大体、一日、あ、ポイ鳴きもう一回、映像もう一回流しましょうかね。2020年6月7日午前7時10分、早朝観察です。永明は良品を気にしてガラス面沿いを歩いてます。あ、もう一個映像あるので、そっちの方が結構泣いてるので、そっち見ていきましょうかね。これは永明に一人、ラウフィンに、あ、聞こえたみたいですね。そんなに泣くんですね、って入ってます。ありがとうございます、って言ってます。犬みたいなワン、はい、ありがとうございます。メイワン、あ、よかった、皆さん聞こえましたね。そうなんです、羊が泣いてるんだけど、メイという鳴き声を出します。で、次の映像はですね、永明がガラス越しに来て、いつも永明ちょっとタイミングが悪いですね。ラウフィンが来たタイミングで永明どっか行っちゃったりするので、スタッフもそれを見て、ちょっとジリジリするんです。なので、そのスタッフの漏れた声も入っているので、ぜひ聞いてみていただければと思います。これさっき流したのかな？もう一回行きましょうか。エメ、そこでストップ。後ろから来てるね。来た。AM の時間が増えてきた。はい、これは入ってるはずですね。はい、スタッフが、エメ、今だ、ラフに来てるよっていう声が入ってたかと思うんですけども。はい、ちょっとタイミングの間の悪い永明にスタッフが声をかけてる感じです。はい。あ、質問にもあったんですが、あ、出ますね。はい。こういった早朝観察を重ねていきまして、だんだん声鳴きが増えていき、ガラス越しにお互い気にする姿が増えていきますと、どんどん声のピークが近いなっていうのが分かってきまして、今回は11日と12日ですねに交尾を確認することができました。大体妊娠期間パンダは3ヶ月から5ヶ月ぐらいですね、あります。で、ラウフィンは大体4ヶ月ぐらいで生まれてくることが多いんですけれども、赤ちゃんは本当に小さいです。100グラムから200グラムぐらいでして、お母さんが100キロありますので、赤ちゃんが順調に育っていても、人間のようにお腹が、お母さんのお腹が大きくなったりするような、見た目で分かるようなことが全くないので、本当に飼育員も
生まれるまでは妊娠しているかっていうのは分かりません。ですので、分からないんですけども、生まれるまでは分からないんですけども、決まりますね。はい。生まれたら、あ、妊娠してたんだっていう感じです。スタッフも。飼育員でもそんな感じです。一応またこれもホルモンを見たりですとか、行動観察をして、大体何日ぐらいかに生まれるかなって、まあ近くなってくると分かるんですけども、本当に生まれるまではスタッフも安心できない感じですので、実際は、まあ、後輩、交尾になる、交尾の前と同じですね。いつ生まれてもいいように準備をしとくといった感じです。はい。さあ、赤ちゃんも楽しみです。ありがとうございます。さあ、ブリーディングセンターは映りますかというコメントが来ましたので、ブリーディングセンターにつないでみようと思います。ちょっとカメラを切り替えます。スライドはもういらないですね。はい。さあ、ブリーディングセンターにカメラがありますが、ちょっと曇っているので拭いてくれてます。ありがとうございます。さあ、このお部屋に実はパンダが1頭います。皆様探してみてください。どこでしょう。今日は湿気がすごいのでガラスが曇ってるんですが、さあ皆様見つけられましたか？はい、いたーっていうコメント。寝てる？さあ実は飼育スタッフが撮影をしてるんですが、パンダの飼育スタッフではないんですね。あ、見つけられましたね、カメラマンさん。はい、ここに1頭パンダがいるんですが、何品でしょう。ヒント言った時点で英名ではないですが、ここのブリーディングセンターには先ほど後輩です、コービーのところで説明したお父さんの英名とお母さんのラウキンと、その間に生まれた3歳のユイヒンが暮らしてます。はい、皆様コメントたくさんありがとうございます。はい、皆さん大正解です。そうです、3歳のゆいひんです。さあゆいひん今寝っ転びながら竹を食べてます。ちょっと見えづらいんですが、まあ、これも夜のパンダということで夜感を楽しんでいただければと思います。こちらのお部屋はですね、実は日中皆様からもご覧いただけるエリアです。屋内運動場ですね。でここに実は夜間過ごしております。でバックヤードにもお部屋はあるんですが、ちょっとね、数が今広々とエーメとラーヒンが使っているので、ユーヒンバックヤードではなくて、このもっと広い運動場で過ごしているというわけです。はい、ここで寝てるんですね。いろんなバックヤードで寝ないの、いろんなコメントありますけども、まあ、その時によって違います。もちろん英明がこういった運動場で寝てる時もあるし、ラウキンが寝てる時もあります。誰もみんなみんなバックヤードで寝てることもあります、まあ、その時の状況とかパンダたちの様子によっても実は変わってます。はい、さあではゆいひんの様子を見ながらブリーディングセンターにいる、はい、宮下さんにもう一回つないでいこうかなと思います。はい、はい、宮下さんお疲れ様でした。お疲れ様です。ブリーディングセンターに来ました。はい、お疲れ様です。さんカメラが、あ、私のカメラが真っ黒に、はい、宮下さんに、ね、いろいろ質問をしていきたいなと思いまして、はい、この配信をパンダでしている理由としまして、まあ、パンダの夜の様子を見てもらいたいっていうのもあるんですが、もっと、ね、パンダに興味を持ってもらったりとか、動物やパンダの飼育員に
なりたいっていう人たちの質問コーナーにもしていきたいなと思ってますので、はい、質問をさせてもらいますね。はい、はい、ではまずパンダの飼育員やってみてどうですか？はい、パンダの飼育員になって私大体1年になるんですけれども、すごい、言いますか、パンダってすごい見てて、なんだろう、その時々の動きといいますか、マイペースといいますか、パンダによっても違いますし、その日食べてる竹をこう見つけてあげるのも難しいなと思ったり、すごい、なんていうのかな、すごい気づく力がすごい必要だなっていうのは日々感じております。はい、ありがとうございます。私も同じです。やっぱり飼育員は気づく力、能力っていうのはやっぱり大切だなって思いますね。はい、パンダたち喋ることもできないし、わがままなので、こちらから気づいてあげるのがとても重要ですね。さあ、で今日のおそばやってみてどうでしたか？はい、とても緊張してこの日を迎えました。初めてこの夜の飼育当番なので、なんて言いますか。この時間、このちゃんと竹をあげていれば夜しっかり食べれますし、逆にちょっと気に入らなかったりするとお腹が空いてしまったりと、すごいですね。結構大事な役割だなというのを改めて感じました。一人なので責任も重大ですが、はい、ちょっとですね、遠藤さん、あ、泣いてますね。ちょっと A 名がちょっと泣いてますので、ちょっと竹を上げてきます。はい、お願いします。皆さん今聞こえましたか？宮下さんと私の喋ってるバックで A 名がねえねえ泣いてましたね。代わりに、はい、私がその間と思います。ありがとうございます。どっちかな、今何のお話してたんですか？今は、まあ、お蕎麦はどうでしたかという質問をいただきました。あ、今ね質問があったので、ぜひ私も宮下さんが戻ってくるまで一緒にお答えしていきます。中谷さん、ユイヒンは飼育員さんにどう甘えますかっていう質問です。はい、ユイヒン、私が見ていてもすごく飼育スタッフのことをよく見ているパンダだなっていうふうに思います。例えば英明とユイヒンがお隣同士のお部屋にいるときに、英明が今みたいに竹ちょうだいって泣くと、竹を食べてたユイヒンも手を止めて一緒に泣いたりとか、ああやったら竹がもらえるんだ、ああやったら美味しいおやつもらえるんだっていうのをすごくよく理解しているなっていうふうに毎日接してて思います。そうですね、今日はこの運動場ですけど、英明とお隣同士で夜いることもあるので、そういう時によく英明のことを見てまねっこしてますね。はい、本当に頭のいいパンダだなって思います、個人的には。はい、ありがとうございます。次は、ユイヒン賢いな。さあ、ユイヒン、あ、運動場のユイヒンが竹を欲しがっているので、宮下さん、こっちにも行ってあげると嬉しいですね。はい、ちょっと伝えてきますね。はい、ありがとうございます。ユイヒンはね、実はあんまり泣かないんです。結構パンダによっても英明はよく泣きます。すごいすぐ泣いてすぐスタッフを呼んでくる子もいれば、全然泣かずに目線だけでアピールをしてくる子もいます。ユイヒンとかラーヒンとかそんな感じですね。英明は今も泣いてましたね。さ、どうやらユイヒンは今英明用に宮下さんが竹を割ってたんですけど、その音に気づいて私もちょうだいと、はい、アピールしてたみたいです。
まさに今話してた通りですね。そうなんです。よく泣く子は誰ですかって質問がありました。誰でしょう。これはもう間違いなく A 名ですね。飼育スタッフ全員に聞いたら全員が A 名って言うんじゃないでしょうか。確かに。はい、A 名の声は結構ね、特徴的というか、聞きなじみがあるので、私たちもすぐ反応しますね。A 名の声は一番分かりやすいので、結構飼育スタッフも A 名が鳴いたら、新人の子でもですね、あ、今のは A 名だなって分かるぐらい。他の子が泣くと結構今のは誰の声だろうってなることがたまにありますね。はい、でメスの若い女の子でも意外と A 名より声低かったりもしたりするので、そういうのも結構面白いですね。まだ泣いてますね。泣かせてくれたんですけど、 A 名はこれじゃないと、さらに新しい竹を今狙っておりまして、皆さん宿泊してます。エミは一番グルメなので新鮮な竹をあげるんですが、それでもわがまま言うっていう感じですね。ランヒンは良い品を娘だと認識してますかっていう質問です。あ、なんか野菜言っちゃった。エミさんも私が答えましょうか。はい、だいたい親離れ子離れが1歳半ぐらいにありますので、そこからもう良浜は良浜とずっと別々で、もう良浜3歳になってますので、今一緒にしてしまうと、喧嘩になってしまったりということはあると思います。なので、まあ、娘でもやっぱり特に繁殖の時期だと手を出してしまったりとか攻撃をしてしまうこともあったりするかもしれないので、同じお部屋には入れないように別々にしております。はい、あ、宮下さんありがとうございます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。さあ、ではもう一個ですかね。さあ、初めてパンダの繁殖に関わってみてどうでしたか。はい、初めてこの繁殖に関わらせていただいて、すごい勉強といいますか、分からないことがとても多くて、すごい繁殖の時期になるに近づいて、このパンダたちがちょっとずつ変わっていくというか、そわそわしたり、そういう小さな変化にちょっとまだ気づけなかったので、ちょっと日頃からこのパンダを観察して、そういう繁殖の時期にこう近づいているというのを感じ取れるようになりたいなと思いました。はい、ありがとうございます。そうなんですね、私も今初めて聞きました。まあ結構ね、やっぱり私も長年見てるので、そういった変化はもう分かるようになってるんですけど、やっぱりそうですよね、初めてだと基本があんまり常にどういう状態なのか分かって、で繁殖の時期だとこうなるっていうのをやっぱり分かってないとなかなか難しいところですね。あ、やっぱり気づいたり観察をする能力が飼育員には重要ですね。はい、で最後にもう一個宮下さんに聞きます。はい、宮下さん流パンダと仲良くなる方法は何かありますか。パンダと仲良くなる方法、仲良くなる方法ですね、はい。今先ほども言ったんですけど、1年経ってまだ僕としてはまだまだ仲良くなれてるかといえば、うん、って感じなんですけれども、最初の頃と比べて私が意識しているのは、その竹をあげる時とかおやつをあげる時に、そのパンダの名前を呼んであげて、その自分の声をこう覚えてもらえるようにっていうのは意識してます。あと先ほどもバックヤードで英名鳴いたりしてるんですけれども、その鳴き声だったり、その見た目だけでなくて、その声とかもいろいろ、なんていうんですかね、
気を配れるようになりたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。先ほども皆さんに言ったんですけど、パンダは飼育員の声を覚えるので、もう宮下さんの声も覚えてると思うので大丈夫だと思います。はい、さあではそろそろ時間も近づいてきたんですけど、さっきの早朝観察の声が聞こえてない方も多かったみたいなので、もう一回それを流していこうかなと思います。スライドに行きますね。宮下さんちょっと待っててください。遠藤さん、ちょっと結浜のところに行ってきます。あ、はい、はい、忙しい結浜がうろうろしてるので、今度は結浜の手合わせに行ってくれましたね。そう、忙しいんです。さあでは今度こそ聞こえそうですかね。流してみます。私喋んない方がいいですか。はい、マイクはオンでいいですか。はい、では流します。2020年6月7日午前7時10分早朝観察です。永明は良浜を気にしてガラス面沿いを歩いてます。観察は永明に一人、良浜に一人ついてます。聞こえたようですね。よかったです、よかったです。じゃあもう一個の私のおすすめの熊川さんと中谷さんの声が入ってるやつも流していきますね。はい、いきます。エメ、そこでストップ。後ろから来てるね。AM2 秒ぐらいやな。聞こえましたかね。あ、え、ハテナって言ってる人もいるけど、聞こえましたって人もいますね。目ではないんですね。聞こえてそうですかね。はい、ありがとうございます。今のは本当の AM の声かな。はい、本当の永明の声です。はい、リアル永明の声が入りました。はい、さあ宮下くんは大丈夫かな。永明と今一対一でお話をしながら竹を刺してます。頑張ってくれてます。はい、さあコメントでですね、ランフィンは元気ですかっていうコメントもいっぱい来てまして、ランフィンは何してるますか。ランフィンはですね、たくさん竹を食べたみたいで今ぐっすり眠ってます。おお、さっきまでずっと竹を食べてたんですね。そうですね、さっきまでは元気よく私たちがパンダラブで作業してたぐらいの時間は起きてたみたいなんですけど、ちょうど帰ってくる頃に寝てしまったようでして、さっきちょっと声かけたんですけど起きませんでした。あ、なるほど。発情が近くなっていくとやっぱり食べる量が減りまして、で良浜は最近だんだんと食べる量が増えてきて起きてる時間も増えてきたかなっていう感じですね。
で先ほどまでずっと数時間食べてたので今は声をかけてもうっすりっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。さあではそろそろ終わりの時間が近づいてますので宮下くんと中谷さんも一緒に、はい、ちょっと宮下さん呼んできますね。あ、はい、ありがとうございます。さあ朝まで起きないのという質問もあるんですけど、まあ、パンダは寝て食べて寝て食べてを繰り返す動物なので数時間おきに繰り返してますね。夜中でも寝たり食べたりをしているっていう感じです。はい、あ、では宮下さんも来てくれました。ゆいひんも食べてます。はい さあではありがとうございます。では最後にですね、この24時間、24時間スマイルライブの、コンセプトをみんなで元気よく伝えていきましょう。準備はいいですか？はい、はい、今こそスマイルという花を咲かせよう。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ次はですねドリームナイトアットザズーとは移っていきます。パンダはこれで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。